はいどうも、大もひげです。ってことで、今回はちょっとマリオの方やっていきたいと思います。マリオね、全然進めてないんでね。クリボでかいっすね。あ、怖い。いけ。あー、ダメだ。あの、大きいクリボーをね、小さくして、小さくして何回か当てれば、あれなんですよ、あれしか言ってないけど、小さく分けてノコノコで倒すと一気アップが狙えるというね。ちょっとやってみましょうか。はい、ダメだ、できなかった。一気アップ大事ですよね。一気アップ大事なんですけど、全然やってないわ。はい、ヒップドロップ。さあ、ここでノコノコを踏んで、ブロックを崩すと。あそこにも、あそこも崩さないとダメですね。のこのこもう一回出てくるはずなんでね、行ってみましょう。ほら、出てきた。無限アップですね、のこのこ。失敗した。あっち側行かないとダメなんで。はい。あ、危ない。イエーイ。してこの、お、ちょっと今のは予想外。お、わあ、やばいですね。まずいですよ。危ない、危なかった。怖い。越えていきましょう。よし、中間地点。危ない。クリアしたいですね、しっかり。実況しながらだとむずいんすよね。細いっすね、この動画。はい、危ない。でかいな、のこのこ。マリオも進みましたね、もう半みたいに。危ない。マリオの方長いですよね、圧倒的に。電源が、あ、録画してるって意味か。失礼、ちょっと独り言。キャプチャーボードがね、ちょっと光ってたんで何かなと思ったら、あ、殺しちゃった。あら、めっちゃいるな、クリボー。え、マジで。ノコノコいないから、時間がない。まずい。あ、もうクリアっすね。まあこんな感じです。イエーイ。いや、意外と難しいんですよ。簡単そうに見えて。ってことでね、一面ずつやっていきたいと思います。以上、大もひげでした。イエーイ。